の皆さんですね。私たちはここ二つ坂で生まれたアイドルグループ二つ坂 4.14 です。はい、拍手お願いします。ありがとうございます。はい、ここで誕生したっていうことなんですけれども、二つ坂 4.14 さんはどれくらい活動してるんですか？私は2年前の2017年の4月14日からなので、はい、2年目くらいです。2年目くらい。4月14日ってだから 4.14 って名前についてるんですね。はい、そうです。じゃあ2月の14日はバレンタインデーで、3月の14日がホワイトデーで、4月の14日は私たち二つ坂 4.14 の日として皆さんイメージしてくれたら嬉しいです。これは覚えやすいですね。皆さんも 4.14 頭に残りましたね。1ヶ月ごとなんだね、2月から始まって。そうそう覚えやすいですね。デビューステージも二つ坂だったんですか？はい、そうです。おー、もうお名前の通りですね、しっかり。はい、じゃあ皆さんね、そうやって4月14日覚えていただいたんですけれども、あの愛花ちゃん、愛花ちゃんだよね。はい、愛花ちゃんから報告が皆様にあるんですよね。はい、ステージ終了後、今回は私たちのこの二つ坂のイメージソングのラバーのスマイルと、私たちが所属しているチームひまわりのイメージソングのシャイニングマイドリームと、オリジナルボーナストラックのチェンジ3曲が入った新しい CD と、かわいいロゴの入ったタオルとハンカチも売ってるので、ステージ終了後に販売するので皆さんよろしくお願いします。今ね、皆さんステージ向かって右側で持ってくださってますね。あちらをちなみにどこに行ったら買えるんですか？ステージ終了後はこの畑を回るんですけどこの辺りにね、その後は坂上がってたところに私たちのスタジオがあるので、はい、その前で販売ブースを置いているので、ぜひ覗いてみてください。はい、ぜひ皆様お願いします。私もね、坂 4.14 さんの曲好きなので、ちょっと行きたいなら、とも近くに来てください。ありがとうございます。それではね、ここからはお待たせいたしました、二つ坂 4.14 さんのステージです。よろしくお願いします。
好きでいつも元気つけられています。次の曲は私たちの所属しているチームひまわりのイメージソングで Shining My Dream です。聴いてください。ぜひ覗いてみてください。ありがとうございます。